レードも半分ぐらいになったんですよ。どこでも勝てないといけないんだよ。悔しくないのか？そうですね、まあ、得点は PK ですけども、まあ、スラカーにとって得点というのはいつも大事なので、得点決めるという感じです。そして PK を獲得した松浦選手。